おはようございます。スリコー TV です。本日の動画はこちら、これねジャッカルのダウススイマーの、新しい色ですね。これねちょっと夜用に買ってみたんですけども、昼間もなんか具合良かったよということで、まずはこちらをご覧ください。ダウスイ新色ね、え今年のカラーこれかっこよくないですか。ダウズスイマー、よし、来たよ。ちっちゃい。あ、ちっちゃいちっちゃい、大丈夫よ。ああ、福子くん、ありがとうサイズ。サンキューサイズですわ。よいしょ。ダウスイの新しい色来ましたよ。朝一でビッグベイトで釣れるシーズン到来です。バンタムリー XS、 それにねオルトロスの PE ライ、これを試してみております。じゃあ逃がします。イエーイ。はい、というわけで帰ってきましたが、こういうねなんかちょっとパールホワイトというか白系のカラーね、こういうのはね夜になんか泳がして使うっていう印象があったんで、夜用にこういうカラーね買ってみたんですけども、いや昼もいけんじゃねえかと思ってね、昼投げてみたらねあんまりキラキラしてるところとかもないし、なんだろう、昼っぽくない色ではあるなという印象なんですが、バチッとね、食ってくれたっていうことで、あ、これは昼も釣れんだったらなんか一日中投げちゃうなぁなんて、そんな感じの新色なんですが、この紫色とかがね差し色で入ってて非常に綺麗なね。でお腹のところもねこれねちょっとパープルっぽいからね、ね、うわいいねっていうことで、これ仲間のねマッチがね、最初に買って、で使っていてね、結構夜の釣りでねほんと横でボコボコに釣られて、で自分も買ってはいたんだけどまだね封から開けてなくて、慌ててねちょっと開けて使ってみたんですが、新色いい感じですよ。昼もよく釣れますねっていうね、そんなところで、でタックルはですね、長めで遠く目に飛ばす時用のタックルで組んで投げてみました。シマノの、バンタムの 1711H の SB というね 100g までしょえるよっていうビッグベイトロッドに、このシマノちょっとね、もう古い方になってきましたけども、エクセンス DC っていうことで、こういうちょっとお高めなねあのビッグベイトとかを、
投げるときにね、このコンピューター制御であんまりトラブルが起こらないっていうね、この性能が非常にね、使いやすくて、そんでもって糸がですね、これ PE ラインの、4号の PE ラインを巻いているんですけども、ちょっと円筒重視の竿で組んだので、普段 PE ラインの5号とか、6号とか、使うことが多いんですけども、まあ、この DC の、抜群のブレーキ性能で高切れも少ないだろうっていうことで、通常自分が組んでいるのよりは若干細めの4号というね、PE ライン8本寄りのものを入れております。そして、ここですね、こんな感じでね、直結ユニノットね、そしてこうツル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 といきまして、絡み仕掛けパイプがあって、でここにね浮き止めゴム、これがついていてっていうね、こんなね組み合わせで、結構ねジャークを入れて使うんですよね。だから普段だとあのショックリーダーね、つけることによってここの先端部に針を持たせて、メインラインを PE ラインで組んでいても絡まりづらいよっていうね、こういう、セッティング出しをよくやるんですけども、自分の場合はちょっと結び目が増えるのが嫌だなっていうことで、最近はこんな感じのね、メインラインそのまま結ぶ、ただ、絡み防止パイプでここら辺の絡みがしづらい、もしくは絡んでもすぐに、解除ができるよっていうね、こういう感じのセッティングでやっております。こう比較的、この仕掛けであれば通り抜けがねいい、スーってね抜けていくっていう、そういう印象があるので、まあ、ここら辺のリグと、まあこういう道具とか組み合わせてちょっとタックルね煮詰めていこうかななんていう風に考えております。今のところね、この組み合わせなかなか、自分の使っているタックルの中で一番まあ遠くに飛ぶし、だから広大な海の釣りなんかであってもやはりね、スピニングの方がね、遠くに飛ばすっていう時で考えたら優勢なところはあるんですけども、ただちょっとこの長めの竿に DC ブレーキのもので、何しろこういうちょっとね重めのを遠くに入れたいっていう時は絶対ね、俺はベイトの方がね、やっぱり使いやすいんじゃないかな。その後のアクションのね、入力とかも、あとはね魚をかけた後の魚の寄せのところなんかで考えても、まあ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 、ベイトタックルで何かどんどん使いやすく組んでいった方が、自分の釣りには合ってるかなということで、今年もいろいろと、煮詰めていっております。というわけでね、本日の釣りコー TV はねこんな感じのタックルですね、ジャッカルのダウズスイマーの新色と、あとはねシマノの、バンタムエクセンス DC、 この組み合わせでね、いいシーバスが釣れたよって、こういった動画でした。はい、また会おうぜ。